でも李白は必ず才能を生かせるって。それに李白は天を見上げて笑って田舎に埋もれはしないって。あとこうも言ってる。潮目は必ず変わる。今こそ海を渡ろう。ああ分かった。李白が好きなんだな。結局は何が言いたい。言いたいのは李白の言葉が全部嘘なのかってこと。李白はホラ吹きなの。もしも彼の言葉が嘘なら、その詩を大声で読むとき、どうして心が熱くなるんだ。僕らには一度のチャンスもないのか。一度でいい。生まれてきたのは人に笑われていじめられて踏みつけられるためなんかじゃない。